ここは鎌倉の妙本寺です。鎌倉の東口から一番近い鎌倉の五山ではありませんが、五山に匹敵する、またそれ以上の大きなお寺、大きなお寺御札ですね。今紅葉がちょうどピークを迎えている感じですね。これは山道だな。今、4時回ってますんで、西日に照らされて後ろ空が輝いてます。このもみじもすっかり凍えてますね。それからこの上の、もみじ系も光に照らされていい感じになってますね。これは松だけどね。そしてこの山門に今日は光入ってないな。まだここに仁王門に仁王像があります。これはすごい迫力ですね。これは毎回見ても非常に迫力です。この眼力といいますかね。こちらにも仁王門があります。二天門だな。二天門で、ここにもですね、素晴らしい庭がありますね。この、まあ、まだ新しいですね、だけどね。しかし、ここから入っていきます。この正面の本堂がありますが、本堂のバックの、山が、紅葉が進んでますね。それで、西日に夕日に照らされて、黄金色に輝いています。これはここの、日蓮聖人ですね。このバッグがですね、こういうふうにきれいに輝いてますね。きれいに輝いてます。西日がこうバックの山に当たって非常に輝いてますね。おお、いいな、これは。あそこのもみじも綺麗に錦繍になってますね。これは真っ赤になってるな。まるで錦繍ですね。そしてこの本堂の右手の方にイチョウがありますね。これはもみじだけど、まだ光ってませんね。ここにあるイチョウが素晴らしい。これはちょうど日陰になって、まだ紅葉がそんなに進んでませんが、このイチョウが素晴らしい。この前にあるのはサザンカですね。これはサザンカです。まだここのサザンカは見されてないね。あ、このイチョウがいいね。イチョウが素晴らしいな、この。もうこれは相当大木だね。このイチョウがいいな。このイチョウがよろしい。一応落としましょう。おお、一応いい。これはまた朝方日が差すと本当に綺麗な黄緑色に光り輝いて素晴らしいでしょうね。
腸が本当に綺麗だね。この胃腸はこれは本当名木だね。そしてこれがサザンカですね。これがサザンカ。そしてこれは一回りした山が大声で輝きしてきたね。